アサミじゃなくアサミのせいラブサタ186回目はいはいありがとうございます今日は大森さんに引き続きラブサタにご出演いただいておりますよろしくお願いしますお願いします今日はテンション高くお届けしていますよもう1時間喋った後だからねもうね散々ざん喋ったんですよすごいこれなぜラブサタで収録しなかったんだっていうさっ内容がね濃い濃いすごい濃いこと話したねさっきね まあこれから話すよまたまたね、はい、であのもうまず最初にこれを伝えなきゃいけない <laughs> あの海賊アサミさんがあのー 前回の「ラブサタね」ねアサミーのメールで文章が悪く再録音になってしまい申し訳ありませんでした一応自分の書いた文章を読み返しおかしいところがないのを確認して送信しているのですがなぜか快速アサミーの PC 機嫌が悪くなると文章の一部が消去され送信されてしまいます前回のメールも一応耳は傾けておかないといけないなんですがあの一応耳は傾けていけないのでって書いてあったっていうね、うん 早急に直そうと努力していますが今しばらくご迷惑かけるかもしれません漢字の変換間違いも多数ありますねみっちゃんあさみさんごめんなさいあまり文章が成立していないようならあいポリスメン出動くださいあさみさん違うのここじゃないんだ傾けておかないはね全然よかったんですもういいのそのい深く言わないでただただこれだけは言えるあさみさんのせいじゃないそうなのただね私がいつも同じとこで引っかかったねこれ。 本当にあさみさんのせいじゃないからでもねそうこれ本当にあさみさんのせいじゃないあさみのせいだから大丈夫気にしないで気にしないでごめんなさい逆にいつもありがとうございますほんとにそうなんですよね先週ちょっといろいろありましてなるほどこれだけはちゃんと伝えて私のご利用しでテイク2をやらせていただきましたあさみのせいってことですねそうなんですねあさみのせいだったんですね申し訳あれ

初対面だといろいろなサインが入り混じっているのではないでしょうか <laughs> う、ね、元祖ではね「愛してる」のサインなんですが「うんうん、よろしくね」の融合的な笑顔が基本姿勢でありますが「<laughs> 愛してよ」のサインが強い人には「<laughs> 近づくな」のサインにすり変わったり「な <laughs> めんなよ」が少々混ざってみられます。<laughs> ね、よって初回初回回ですごいな。十時 <laughs> オープニングで壁ドンは難易度が高いと言っていましたが、うん、好きな人からだと嬉しいものも何も感じない人やむしろ嫌っている人からのアプローチだと逆効果なんてこともあります、うん、相手の心を押、えー、し量ることが肝心なんでしょうね。 アプローチの上手な人はそのところを読み取る能力は高いのでしょうけれども僕は鈍感なもので初対面はやっぱり苦手です、うん、無難に失礼のないようにただそれだけを心がけています多分印象は薄いのでしょうけれど大事故になるよりはましかなとああアプローチ上手になりたいああ<ー>ね<え>アプローチ上手ねうん。 あと、うん、初対面で頑張りすぎるとそれを続けるのが苦しくなるのでなありのままの自分を見せること必要以上に自分を大きく見せないことも心がけてると、うん、この人初対面と違うと思われて逆に悪印象になっちゃう、うん、場合もあるよねっていう、ね、メッセージを頂い,いてます、うん、ジョンジョンジョージさん。 それはあるね。女性もどんどん良くなった方がいいですよね。そうですよね。アプローチならプラスプラスに。だから女性も最初によ自分をよく見せようと頑張りすぎると続かないから。確かにね。結局ね。疲れちゃうね。疲れちゃいますね。まあだから料理できるとか言わないってことです。ねそういうことです。前ゆずさんもねおっしゃってましたけど。 <laughs> 最初に5品出しちゃったらううもうその後がめんどくさくなって3品になっただけでも<あ>相手を手抜いたなって思っちゃうよっていう確かにねうそうやっぱそうですか男性側からしたらそうですね <laughs> なんで多くを語らないんですか口をぐっとつむいます <laughs> うちのププリリンンススがが無邪気なんねに <laughs> なんだっけさっき言ってたの無邪気なプリンスだよ無邪気なプリンスだよキャラ壊れてきよだからまだ早いですよ今アシダマのやつですよアシダマナだよよかったまだあのグーフィーじゃないねグーフィーはもうちょっと早いですよ夜の番組じゃないと聞かせられませんあ

ほら、みんなからもメッセージが来たら、Say! Everybody Say! ほら、会話成り立たない私たおかしいおかしい、はいはい。いや、だからそう、第一印象よく見せすぎるのは良くないよねって。いうですね。まあ、アプローチのプロですからね。うんもう、だって面白い。うちのプリンスは。本当に。 <laughs> だって今日ね結構いろいろね聞きたいこともあったんですよね本当はねあささ放送の方でもいろいろ調べてくださって調べたわけじゃないんですけどね <laughs>、まあ、あの聞いていきたいところがあったんですけど、まあ、恋愛ではなくビジネスのシーンとかでも、うんまあ、例えばね。読まなくて大丈夫ですかお話 大丈夫。大丈夫。そう言うとねまだあるっていう風に思われるんでしょ。大丈夫です。あとで読みましょうねじゃあね。そうだね。足舐められますね今。足ね今み。そうですね。朝みに。だとねしこりになるます。怖いですからね。そんなことないですよもうここにはラブしかないです。なるほどですね。なるほどですね。 愛の世界。愛の世界。受け流したよね。うまい具合に。うちのプリンスは。我々愛の住人ですもん。ねそうそう。そう。そうです。ひらめきの住人。私はひら、ひらめき、ひろ、ひろめき。ゴリ押しの住人でもあるし。ひらめいてゴリ押してそんな歌を作る。本当どこ行っちゃうのっていうところです。はい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 。はい。 戻ったこれ最近のブームまあ,あのビジネスシーンで私が聞きたかったねところで言うと、はいうん、そのプレゼン、はい、これはねまあする人としない人は分かれると思いますけどビジネスで。まあこのプレゼンで相手にどうアプローチすれば伝わるのか伝わりやすいのか。 っていうところで話し方どういうとこから話せばいいのかとか例えばその企画があったらその企画のどこから話すとかそれこそなんかね間口が広い狭いだとかやっぱりじゃあ中身に行きが違うんだ違う結構プレゼンって自信が8割みたいな感じですよ自信み みプレゼンって大体15分で飽きられるって言われてるんですけどそうな書いとこ分プレゼンターが池上彰さんでもないり、ありもしくは例えば芸人とか面白い芸人とかすごい有名なミュージシャンとか福山雅治とか具体的にそういう人じゃない限りやっぱり飽きますよね。 まあそう聞いてるだけってことになるんですね。そうなんです。だから逆に面白く話したりとか、牙なんていうか、を照らったりとかっていう演出はあまりいらないかなとまず思います。なるほど。それよりもそれよりもやっぱり自信なので、例えばまあ原稿とかスライドは見ないようにして話すとか、そう視線視線みんなをちゃんと見るとか。はいはい。あ大事かも。

なるべく前に出るとか前に立つとかそんな感じでもいいんですよ自信なのでちょっとこう後ろに下がって一歩下がって話すみたいな方が自信がなく見えるので背筋伸ばすとか本当に単純なところああ見た目からって目からでも結構それって入り口なんだね本当にねそうですね そううそそれがアプローチもしプレゼンのアプローチっていうんだったらそこかなと思います。確かに内容にちょっとね偏りがちだった考え方が。そうじゃなくて一番最初の姿勢とかその立ち位置とか視線とかそういったところにちょっと気を配るだけで違うってことですよね。自信なので例えばちっちゃい「つ」とか「びっくり」マークとか。 入れたほうがいいと思うんですよね。会話の中に。すっごいとか。例えば。なんか、自分の親友とか友達とかに、あそこのあれ、すごい良かったよとかっていう時あります。ありますね。あれをそのまま、伝えた方がいいと思います。ああ。じゃあ、私が服従見てって。いうそうそうそう。ってことだね。高橋、ご利用しよう。 出せばいいそういうことですよねそれは自信につながるのでなんてどうしても見てほしいっていうついに見ましたからねゴリ押されて見ないとこれダメなんだろうなって思って見始めてますそうですよねはい。そういうことなんですね言葉の中にあとは聴衆が聞いてる人たちがネガティブな人とポジティブな人がいるって思って話した方がいいと思いますうん。だから自分はこれだ って言い切ったけどでもきっとこれを聞いてもこう思う人っていますよねって話したその時は安心してくださいこうですよって話すんですよねでもさそういう喋り方されてるかラジオもそうだよねだから不特定多数の方に聞いていただいてだから、元気な人もいればちょっと落ち込んでらっしゃる方もいらっしゃるしっていうのはあるから ね、その時によって聞こえ方違うので、ねうん、リスナーさんもね。うんうん、プレゼンする聞き手がやっぱりそういう、うん、いろんな人がいるっていう想定をして、うん、みんなに響くのはどうかなっていう話し方がいいのかなと思いますけどね。うんうん、なるほど大<ー>森さん自身プレゼンとかされてましたか かなりのね営業セールスマンですからねトップセールスマンですからねうちのプリンスは本当に無邪気なのにね。無邪気さがいいんだよきっとだから無邪気にセー、トップセールスを上げるっていうねただその無邪気さも出したり出さなかったそれは相手によるってことですねそういうことですね TPO に合わせてみたいないやもう安心とかあこの人だったらっていう安心感で物を買ってくれる場合は 無邪気にはなりません。そうですね。そう,すねそうですよね。だってそこは信頼がないとね、うん、この人から買いたいと思わないですもんね。バカボンのパパなのだとか言えないですもんね。<laughs> <や> <laughs> バカ<の>バカになっちゃう。言う場合あります。<laughs> <laughs> パパなのだ。わ <laughs> からないのだ。<laughs> みたいな。ね質問されてもそれはわからないのだ。のだ <laughs> もうそんな。ショックアウトだよね。そうそうそう ある。そんなセールスマンで、ね、いたら会ってみたいぐらいですけどね <laughs> まさしく笑うセールスマンそう,そうですよいやーなるほどね,ねプレゼンにおいては そういうことだと立ち振る舞いも大事だってことですよまず見た目のところでも確かに原稿覚えるって大事だと思うだって頭にその企画が入ってるかどうかってこともあるもんねそうですよねでないから読もうとしないじゃないですかそしたらね自然と出るし自分の感情がねそうだねプレゼンってやっぱ自分の言葉でしょうねそうですね結局はね棒読みされたって何にも伝わないですもんねそうなんですよ 今日はこの商品をご紹介しますみたいな感じみたいだねこちらをご覧ください何にも伝わりない営業とかもそうだよね定型で言われてもさいるじゃないたまになんかセールスの電話がかかってきてさあこれ完全に今読んでるな原稿って人いるじゃないですかいるいるいるただいまお電話よろしいでしょうか絶対今読んでるっていううそうな ちょっとさんかよくよ、ね、電話とかだったら、うん、もう本当になんでしょう相手がある程度若くってとか、うん、そういう情報つかんでたら。うんうん よかったですみたいなやっとつながりましたとかから入ってもいいと思うんですよあすいません私こういうものですけど何々のこうですけどっていういきなりまる株式会社のまるですけれどもまるさんいらっしゃいますかみたいなありますよねありますありますあれってもう切りたくなりませんいきなり言われるとなるなりますセールスとかだなりまい時間もうちょっといこうかあります そうなのでそうういみは必要ですよねそうですねやっぱ仕事もねそういう声の抑揚とか電話だけだったら確かにそれしかだってアピールできないもんね声の抑揚と感情とだから演じなきゃいけないってことだよねどんな場面もっていうかうまくコントロールするってことかもともと人はみんな演じてますもんねまあそうですよねてますねいろんなカメレオン カメオンだなる。演じるってことは全然否定的にならなくていいと思うんですね自然だと思うむしろだから TPO に合わせてるってことですよねだからそうだねさあそしてですね恋愛の方では大丈夫かなもうまだ時間いけますちょっとねし気になるこっちのねこのこっちのコンテンツに行きたいんですね このいいですか私がちょっと個人的に聞きたいことなんですけれどもどどこれはあくまでも個人的ですよえクライアントや上司など仕事上冷たくあしらえないような人に、はい、例えばホテルとかね、はい、その飲みに誘われたり <laughs>、うん、まあちょっとデートっぽい要素を含むような感じで誘われた時に。 あんまりこう仕事でやっぱかかってるから邪険にできないっていうシーンってあるじゃないですか。うん、ありますね。まあ,ある人とない人がいると思うんですけど、うん、まあそういった時にうまくかわす方法、うん、ちょっとこう嫌われないというかそこ仕事に支障をきたさないような感じでうまくこうひょいってかわせるような方法ねひょいってかわせるような方法ですね、うん ぜひお伺いしたいんですなるほどですこれはいはい完全な男性目線ですけど大丈夫ですかねあ、うん、むしろ男性目線ねこれホテルに誘うってことは、はい、男性が誘うってことですもんねそうですね誘ったその男性が言われて、はい、あ、この人はちょっと難しいかなって思うようにしてしたらんですよねかつ仕事ではあのまつ、あ、ながれてるような感じですねはい あの大体いいこのパターンって相手が本気の場合と、うん、本当に軽いノリの場合とあると思うんですね。どっちにしましょう相手が本気の方がいいですかうん、まあ、軽い方だったら確かにちょっとでもその場のノリで買わせるかもしれないですけどね。そうですよねちじゃと本,本気でじゃあ、はい、今日ホテル行こうようって言われたらどうしましょう いや、行きません。普通普通そうなりますよね。でも行きませんって言っていい仕事の関係になれるかっていうと、そうなんですよ。そこがだからこう詰まってしまったりするんですよね。そうですよね。な、その時は一番いいのはあのよく他にもいや今日彼氏とデートなんですとか、今日夫が早く帰ってこいって言ってるんだとか、断り文句あると思うんですけど、あんまりこれはやらない方がいいですね。 そうなんですかやっぱりそういう配偶者とか特定の彼氏とかっていうのを出すと「お前勘違いしてんじゃないか」と「俺そんなつもりで言ったわけじゃないぞ」みたいなふうに男性がなりがちなのでちょっとプライドを傷つけてしまうっていういやいやいやそんな重いこと言ってないよみたいななのでできればもうちょっとぼやかした方がいいんですそこグレーに実は今日今いい感じになっている人とか。 ああなるほどね。合うんですみたいな,な、ね、で初初めてちょっとデートっぽい感じのあれ食事とかするんですみたいなああなるほど。風に言った方がこうバッサリ感がないんですよ。<ー>彼氏夫っていうとなんかバッサリ感があるんですよ。そうですね確かにそういうのいきませんよみたいな <laughs> はい <laughs> 確かにそういう感じじゃなくて一応の人はいて。 気になってる人がいてその人とちょっと今日楽しみにしてるデートなんです、うん、みたいな方がそっかそっかみたいなうまいなそうですねうん、うん、じゃあ別に今日じゃなくてもいいよあ今度どうたみたいな、はい、そしたらやっぱり一番鉄板はもう冗談が過ぎますよ やっぱ佐藤佐藤すごいなんかクラブのママみたいまたみんなで飲みましょうみたいなあみんなでみんなのっていうするってことですねはい冗談が過ぎますよこれ相手が軽いノリの場合も言えますよね言えます相手が軽くちょっとねねホテル行こうよみたいな感じで言ってもうまた冗談ばっかり言ってはい仕事仕事みたいなそれでみっちゃんはいはい はい、はい、みたいな。はい、はい、はい、はい。っていうね。こっちも軽いノリで返すのがベストだと思います。ああ、なるほどね。あんまり重たく言うと逆にギクシャクしますもんね。ギクシャクします。いや、私、ちょっとそういうのは。そこまでのノリが明るかったら。真面目かってなっちゃう真面目かって、ほん確かに。そうだね。冗談だよってなる むしろむしろ冗談だよってなると思いますむしろ冗談だよってなったらこっちが恥ずかしくなっちゃうよねえ,えみたいな冗談だったんですかみたいな <laughs> なんと早い,、はい、早い時間は無常に過ぎます <laughs> 無常<情>あ無常。あ無常 <laughs> みんな思ったそれそう、ね、もうねやっぱり、ね、あっという間すぎちゃうねあっう,、ま、こうかこんな楽しい会をしていると、うん いや、でも本当に、今日はね、い長い長時間、ありがとうございました。ありがとうございまし,たいましたすません。また、ちょっとね、いろいろと、楽しいことをやって。いければと思いますので、はい、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。しはい、ありがとうございました。ありがとうございました。